はい、レオンチャンネルです。ついに真骨頂のウィザードの続報来ましたね。今日、詳細情報が公開されて、去年の魂ネーション2017で、先に先行で展示されてもう発売しますよってことだったんですが、これ展示されてる状態のウィザードのフレームサイルがめっちゃかっこよくて、で、その前の2016になんか布とか革とかを今後使っていくかもみたいな告知があって、あ、今後の真骨頂はそういう風に進化するんだって中で、エターナルが発売したりとかして、お、いい感じに進化してるなっていうところで、ウィザードのローブが布化された&超絶リニューアルで発売します。で、一般販売で今年の11月ですね。なのでプレ版じゃなくて、このクオリティのものが一般販売で手に入るんですが、価格はまだ公開されてないけど、まあ大体6800円とかそれくらいなんでしょう。そしてウィザードはもう展示の状態からむっちゃかっこよかったのと、放送当時に発売したウィザードのフレームスタイルのアーツが残念造形で、これ僕持ってて、ワップに比べてどうした SH フィギュア作っていう完成度が微妙で、まだオーズとかフォーゼはまだ全然良かったんですけどね。まあ外務からなんかよりちゃんと劇中の造形で作ろうぜみたいな、そういう流れに変わって、なんか担当も変わったみたいな噂を聞きましたけど、なので外務以降のアーツめっちゃすごいですもんね。いやー、やばいな。で、ワイヤー入りの布式になってて、まあ、エターナルと同じですよね。なので、これでアクションポーズを取らせることができると。で、武器パーツも細かいし、必殺技発動の稼働を再現、小さなレバー状のパーツも稼働。すごいね。左右のここが稼働して、劇中通りの動きができるんだ。で、顔面や胸部にクリアパーツを使用して宝石感を演出。手のひらから取り外してウィザードリングホルダーに装着。やばくない？すごくない？ウィザーソードガンは差し替えでガンとソードモードに変形と。ウィザーソードガンさ、おもちゃすごい完成度が高くって、超楽しいですよね。握手して、リングを読み込ませるっていうアクションはほんとよく考えられてますよね。てかもうこのサンプル画像で完成度がいかにすごいかよくわかりますよね。で、7月2日から予約開始ですから、買う予定の人は早めに予約しましょう。でも最近そう真骨頂がいきなり発売日に完売するってことはあんまないのかな。それと今日真骨頂のゼロも予約開始になったから、もうそこでポチったのと、あとアーツのグドーも予約開始になってこれもポチったんですが、リミックスライダーシリーズのナイトローグとブラッドスタークが予約開始になりました。というか、コンバージじゃなくってあえてリミックスライダーズなんだ。商品名としてはリミックスライダーズ PB01 でブラッドスタークナイトローグで、ガシャポンだと1個300円ですが、まあさすがに色多いなって感じで、でもリミックスライダーズってやっぱガシャポンで気軽に買えるからこそいい商品であって、プレ版で買うほどの超造形でもないんだよな。まあ価格の割にとんでもない完成度っていうことはありますけどね。ガシャポンで展開されている SD フィギュアシリーズ、パーツを組み替えることで、フォームチェンジ再現可能なハイクオリティフィギュア、これまでのものは全部持ってますし、05はもうコンプセット買いましたので、これは月末に到着するような形ですね。熱いユーザー要望にお応えして、カプセル未収録の4体がプレミアムバンダイで、あ、4体？ナイトローグ、ブラッドスターク、あ、フェニックスロボか。クマテレビ。これはプレ版っぽいね。フェニックスロボはなんか一般販売でもあって良さそうなもんだけど、でも、あれか、色多いし、造形も細かいからか。まあでも、クマテレビも情報量なかなか多いもんね。この辺のブラッドスタークとかナイトローグは、まあでも共通造形、あ、でも下半身ぐらいか、共通造形は。アーマーとか全然違うもんね。この4体がワンセットになってると。2500-600円ぐらい。普通だと 300×4 で1200円だけど、情報量とか塗装色分けがいつもより多めだから2500-600円ぐらいかな。専用台座も付属してるんだ。へえ。でもさ、もうこれコンバージ来て欲しかったな。コンバージはずらっと飾ってるから、個人的に。コンバージが良かった。さらに、
カプセル第1弾の収録フォームをラインナップした全8種の台座。おお、ちょっと価格上がっちゃうじゃん、こんなことしたら。たけー4,752円、5,000円じゃん、たけえ、3でせいぜい2900円ぐらいじゃないの。だって普段1個300円でしょ。まあ、でもあれは大量に生産するからこそ、まあ、価格が下げれるってのもあるけど、リミックスライダーズで5000か、スルー、珍しい。これはいっかな。いやー、でもなんか台座ついてるんだよね。まあ高いけど、高いけど、でもちょっと欲しい気もするな。 PB 版のその一般販売版との違いみたいのも見てみたいから、まあ、ちょっと個人的にはもう価格5000円だったらスルーしちゃおっかなってところだけど、ここはもうレビュアーとして買おう。でもね、2900円とか2500、600円が、まあ、台座なくて2500、600円ぐらいが理想だけど、高いね。まあ、いっか、買おっか。で、動画で見てみようぜ。本当にその5000円の価格。まあ、あれ普段300円とか多分異常なんでしょうね。とりあえず予約します。スルーするって言ってるけど、やっぱ買う。はい、レオンチャンネルリミックスライダーズ PB01 をポチりました。あと今後の情報としては、ゼロビヨンドの SH フィギュアーツが予約開始になる予定もあって、ゼロビヨンド超楽しみ。 G ド系のアーツめっちゃ早いですよね、発売。他にもアーツのダンクロートの新しい表情系が公開されて、最初のね、二つのニヤリ顔以外も、いろいろ怒りですね、これが。で、さらに、あ、いいね、喜び、悲しみや、楽しみ。すごいインパクトのある表情ばかりですが、こういうね、追加の表情パーツも公開されておりますので、やっぱり画像で見るとまだ何とも言えないところはありますけど、絶対これ到着して実際見たら、めっちゃいいじゃんみたいになるの分かってるから、これもうポチったから到着楽しみだな。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。次は大騒動かな。